2019年11月18日月曜日の木村よし子の気になるメガネです。私は16日にですね、埼玉市いわき区にお邪魔いたしました。その時の模様をお伝えして、そして、気になる銘柄に続けてまいります。いわき市のことをですね、いわつきなんて言ってる部分もありますけど、まあ、それはちょっとご愛嬌ということで、それではご覧ください。今日は、いわつきで講演をさせていただいてます。今ただいま、セミナーの準備をしております。まあ、こういうお水も用意しておかないと、えへん虫に喉がイガイガがあった時に困りますので、こういうふうに準備をしているところです。今ですね、これから始まるところなんですけども、まあ、皆様がお戻りになったら始めようと思います。こういうふうにレジュメを用意してるんですけども、これからお話を続けてみたいと思います。さて、今日の木村よし子の気になる銘柄は平和銘柄、危機管理銘柄と題してお話しします。私は16日の土曜日ですね、埼玉市いわき区にお邪魔いたしました。こちらですね、とても風光明媚ないいところでした。東京からね、直線距離で結構ありますけどね、川越、野田市、越谷市などに囲まれたこのいわき区、とてもいいところでね、大宮から行ったんですけども、大宮のホームで、東武野田線のホームで待ってますとね、そこにいらっしゃった男性がですね、都会に来るといっぱい人がいていいな、俺が住んでる町はほとんど人がいないからいっぱい人を見る、なんていうねことをおっしゃっていて、ああなるほど、なんか東京ではなかなかね、そういう会話聞く機会がないんですけども、大宮から東武野田線に乗るときにそんなことをおっしゃってる方がいて、まあ、いろんな地域からね、この野田に東武野田線利用されるのかなと思ってですね、いわき区に行きました。でいわきのね、お客様は大きなお家にお住まいで、まあ、車をいっぱいねお持ちで、道は歩幅が狭いので車の渋滞が割と結構課題ですねとタクシーの運転手さんがおっしゃってましたね。まあものすごく大きなお家をにお住まいで、立派な豪邸街で豊かだな、お人形の町としてね、職人さんもたくさんいらっしゃるということですけども、いい暮らし方をされてるなと思いました。でね、人間は素朴であればあるほど、この本質的なね疑問をね感じるんですよね。その本質的な疑問を私にぶつけていらっしゃった年配の方がいらっしゃいました。そもそもこうやって講演されてるあなたはね、儲かってるのっていうねご質問、これね大事なことですよね。儲かってない人の話を聞いてろくなことはないですよ。なので本質的な質問をね、ズバリ臆することなく言える力っていうのもね、なかなかね、この自然環境豊かなところにいらっしゃるから、直感力が冴えてらっしゃるのかなと思いまして敬服いたしました。そうなんですね、喋り手が儲かってるかどうかっていうのは重要なことです。で私が儲かってるかどうかはね、ご判断に任せるんですけども、まあ、私は職業倫理としてあまり日本株をね触らないようにしてます。社名を覚えられないっていうことでね、ネットで墓部をね買って社名を覚える、日本株の銘柄たくさんありますのでね、社名を覚えることしてますけども、まあ基本的にはね、外国株を複数の証券会社に口座を開いて、売買、まあ持ちっぱなしが多いですけどね。で、まあ私が誇れることがあるとするならば、もう株数はね、ほんとね、3株とか17株とか大したことありませんけども、買い値かなと。例えば Amazon.com を買ったのが291ドル。それが1739ドルになってるってことなので、まあ持ちっぱなしで、少しずつ利益確定していって、今2株だけ持ってるんですけど、この買い値はね、結構ね、いいところ買ったなと思います。Facebook もね、もう利益確定して、1株しか残ってないんですけども、36ロードで買ってるってことですね。で、あとは、最近買ったものは、パロアルトネットワーク。これ1年ほど前に買いましたかね。223ドル。これあんまり儲かってないですね。まだ7000円ぐらいですよね。で、オクタ。これは1年ぐらい前に買ったんですけど、まあ、順調に上がって117ドルですかね。それから NVIDIA 43ドルで買って204で、サービスナウは1年未満ぐらいですかね、3株 181.68 で買って259、まあ、こんなようなささやかな、ね、投資をしてるんですけど、一応買い値は、ね、結構いい線いってんじゃないかなと思いますね。主にアメリカ株で運用して、まあまあ
以前言ってると思います。で、いわきで勉強したのはですね、リートですね。で、平和銘柄としてね、私は掲げたいなと思うのは大江戸温泉リートですね。当日もとてもね、楽しいお話をいっぱい聞くことができましてね、こういう温泉に入りたいなーっていう気持ちをかきたてられました。で、大江戸温泉リートさんは長期のテナント契約をしているので、安定な分配金がもらえるというのも魅力ですよね。で、当日の資料欲しい方はここに PDF がありますから、これをご覧になると同じようなものが見れると思います。で、分配金情報が出てますので、それが分配金利回りとしてどんな感じかなってことをね、ちょっと見てみましょう。こちらゴールデンチャートさんの有料サイトです。いつもありがとうございます。分配金のですね、利回りは税込みですけどね、だいたい 5% ぐらいに回ります。で、配当利回りっていうところね、ゴールデンチャートさんの有料サイトによりますと出てますけど、税込みで 5% ぐらい。5月11月が分配金の半年ごとに占めるんですけど、今11月ですからね、ちょっと押してますけど、まあ、分配金を落としたらまたね、ちょっと調整するかもしれませんけれども、こんなような値動きです。で、もう一点は、東京23区中心の住宅系のコンフォリオレジデンシャル投資法人、まあ、東急系のね、投資法人です。で、もうね、もう大人気です。なので、ちょっと利回りがね、3% 切ってるような状態なんですけども、なんで大人気かと言いますと、東京23区の住宅系の家賃がですね、非常に値上がりしてるんですってね。値上がりしてるとおっしゃってました。ということは、福利厚生などでですね、若い方中心にたっぷり会社から住宅手当をもらってるか、あるいは、なんて言いますか、もらってるその給料が高くなってるんじゃないかっていうね、ことですよね。まあ、コンフォリオはレジデンシャル投資法人さんのチャートはこんな感じです。決算は1月、7月ですよね。で、もしもね、ご興味がありましたら、こうしたフェアがあります。Jリートフェア、11月のですね、29日、30日、場所は東京ベルサール、日本橋イベントホールですね、入場無料。いろんなですね、話が聞けますので、まあ、行ってみたい方は、ぜひね、参加してみてください。でね、今日は平和銘柄ね、まあ、23区に住めるっていうのも給料が高くなって、平和的な世の中で事業が展開できてるからこそ給料が高くもらえてる、住宅手当も出てる、温泉にも行こうという気分になるってことですけど、平和銘柄の反対の危機管理銘柄もちょっと持ってみたいですよね。なので、合わせ技として防塵防毒マスク、重松製作所なんかもね、7980注目してみたいと思います。ピューッと上がって調整してます。これゴールデンチャートさんの有料サイトですけれども、いつもありがとうございます。こちらこういうね、チャートです。これもね、仕掛けても買って合わせ持てば危機管理に効くんじゃないかなと思います。韓国ジンソミア問題というのは、どうもですね、いろいろと背景がありそうですね。ムン大統領はそもそもどこから来た人なのかということも合わせて観察していきたいなと思います。昨今のね、日本を取り巻く環境問題につきましては、木村淑子の気になる銘柄以外にも、経済都市伝説などでも取り上げていきますので、ぜひさまざま木村淑子チャンネルでお楽しみください。それでは明日15時にまた更新いたします。それではまた明日。